ブラゼインはアフリカ西部原産の油なめの樹木西アフリカイチゴの果実に含まれる甘味成分のタンパク質である。1994年にウィスコンシン大学マディソン校で構想として初めて単理された。ブラゼインは種子の周りのパルプ状組織の細胞外領域で見られる。1989年に発見されたペンタジンに次いでブラゼインはこの アフリカの果実から発見された二つ目の甘味タンパク質となった。モネリニやソーマチンのような他の天然の甘味タンパク質と同様に非常に甘い。果実は人、猿、ボノボにとっては甘く感じるが、ゴリラは甘味受容体に変異が生じているためブラゼンを甘く感じることはなく果実を食用にすることも知られていない。この植物はガボンやカメルーンに生育し、 類人猿や現地の人間に長い間消費されてきた。果実は非常に甘く、幼児が母乳を忘れてしまうような味であるため、現地の人は現地の言葉でウブリーと呼ぶ。一度その実を食べると、母親に会うために村に帰るのを忘れてしまうと言われる。54アミノ酸残期から構成されるモノマータンパク質は甘味タンパク質の中で最小の分子量6.5桁である。 スイスプロットによるブラゼインのアミノ酸配列は以下の通りである。ブラゼインの構造は pH5.2 摂氏22度の条件下で核実共鳴で決定された。ブラゼインは等間隔に配置された4つのジスルフィード結合を持ち、スルフヒドリル元は持たない。ブラゼインの立体構造解析では1つのアルファヘリックスと3つの逆平行ベータシートでできていることが示された。 一見したところ、モネリンとモソーマチンとの類似性は見られないが、最近の研究により、これら3つのタンパク質は甘みを生じさせると、考えられる類似した構造を持つことが明らかとなった。29番から33番残機と39から43番残機、それに36番残機がシーマッタンと共に、タンパク質の甘みに関与していることが発見された。タンパク質の電下も、 甘味需要体との相互作用に大きな役割を果たしている。この知識に基づいて合成されたプゲルマイナス1ブラゼーンと呼ばれる合成タンパク質は天然のタンパク質の2倍の甘みを持つと報告されている。重量基準でブラゼインは砂糖よりも500倍から2000倍甘い。甘さの近くはソーマチンよりもスクロースに近く雑味のない甘い味で、 アスパルテームよりも後味が長く続く。ブラゼインは2.5から8までの広い pH 範囲で安定であり、また摂取98度で2時間置いても安定である。ブラゼインは低カロリーの代替甘味料として用いられている。糖尿病の人にも安全であり、水にも非常に溶けやすい。アスパルテームやステビア等の他の甘味料と混ぜると後味の雑味が減り、 各々のフレーバーが保管される。ソーマチンとは異なり、甘さのプロファイルは他の天然甘味料よりはスクローズに近い。他の甘味タンパク質と異なって熱に耐性があるため、食品工業に適している。ブラゼーンへの関心が高まることで、ガボンで天然の原料を得ることが困難になってきたが、型消反応での合成が可能となった。大腸菌による組み替えタンパク質の作成も、 成功している。テキサス州の企業であるプロディジーンとネクターワールドワイドは、ウィスコンシーにあらんないリサーチファンデーションの持つブラゼインに関する特許の使用ライセンスを持っており、遺伝子組み換え大豆を作成している。約1トンの大豆から1から2キログラムのブラゼインが得られる。小麦に組み込んで、例えばシリアル用に最初から甘い小麦を作成することもできる。2009年から ナチュアリサーチイングリーディエンツ学区ウィートの商標名で市販している。この果実の甘みについては西アフリカでは古くから知られていたが大学はブラジインは自らの発明でありガボンとは何の関係もないことを認めるよう主張している。現地の住民への保証金を支払うことなしに現地の住民の生物医学知識に基づく法的権利を主張することはグレイニア。 グリーンピースからバイオパイらしいであるとみなされている。ありがとうございます。